エリザベータヨードロブナは、ロシアの皇族、ロシア大皇妃。皇帝アレクサンドル2世の、イツオセルゲイアレクサンドロビチ大皇の妻。ドイツ語名は、エリーザベトアレクサンドラ。ヘッセン大皇ルートビヒ4世とその日で、ビクトリア女王の王女アリスの次女。聖教会で成人。ハンガリー王女性エリーザベトにちなんで命名された。愛称は、エラ。妹は、 ニコライ二世の皇后アレクサンドラ。姉ビクトリアはエディンバラ公、フィリップの祖母にあたる。美人の誉れが高く、ヨーロッパで一番美しいプリンセスと称された。14歳の頃、ボン大学に通っていた重慶ビルヘルムから求婚されるが、彼女はこの求婚を受け入れなかった。1878年、母と妹をジフテリアで失い、祖母。 ビクトリア女王のもとで育てられる。夫のセルゲイと、エラ1884年、幼馴染だったロシア皇族のセルゲイ大公と結婚した。この結婚は幸福ではなかったと言われている。二人の間に子はいなかったが、これはセルゲイの同性愛によるものだという説が強い。1891年、夫セルゲイは、モスクワ総督に就任し、モスクワに移り住む。 セルゲイは反動的政治を行い嫌われていたが、エラは美しさと人徳の高さから人気があった。この頃、政教に改修する。後に妹アリックスがニコライとの結婚に際し、改修のことで迷っていた時、改修を進めている。1901年、規定、パーベル大公の再婚に際し、ニコライ二世の命で大公の二人の子。 マリア大皇女とドミトリー大公を引き取り、養育した。マリアは、この頃のエリーザベトは、とびきりの美人でおしゃれだったが、冷たく近寄りがたかったと回想している。名を愛したしくなるのは、夫の死後である。夫セルゲイ大公の死後、後に、獄中のカリャーエフに面会し、直接除名嘆願を申し出たと言われているが、当人に拒否されている。1909年。 マリアとドミトリーの養育を終えると、他の皇族の反対を押し切って、修道院を創立し、自らその院長となって、奉仕活動などに力を入れた。1905年頃から、妹アレクサンドラが、皇太子、アレクセイの血友病の治癒のために、グリゴリー・ラスプーチンにのめり込むと、エラは皇帝やその母皇、マリア不要泥船に手紙を送ったり、妹をいさめに、 チャールスコエセローにたびたび出かけたりしていたが、彼女の思いは通じることはなかった。1916年、ラスプーチンがユスポフコーラに殺害されると、ドミトリーに祝福の伝報を送ったため、皇后はエラが殺害に加わっていたと剣義をかけることとなる。これにより、姉妹の中はこじれることになった。1917年、ロシア革命が起こると、周囲の者は、 亡命を進めたが聞き入れず、翌1918年3月20日に赤軍により、アパライスク郊外の鉱山に送られ、7月18日に、チェーカーにより他の皇族らと共に、郊外の廃校へ突き落とされ、手榴弾を投げ込まれて殺害された。ある皇族の頭には、包帯が巻かれていたが、エラが最後の力を振り絞って解放した証であった。遺体は、翌月に、 アパラエスクを占領したアレクサンドル・コルチャーク、帝徳により、3ヶ月経ってから発見された。注意ここには、エリザベータとヨアンコーの遺体写真があります。画像をご覧になりたい方は、右端の表示をクリックしてください。エリザベータとヨアンコーの遺体写真遺体は、彼女が望んだように1921年1月に、エルサレムのマグダラのマリア教会に埋葬された。 妹一家と同じく、ロシア正教会では、成人とされている。ありがとうございます。